皆さんこんばんは。ガールズガールズガールズレッドゾーンジムカラット、今週も始まりました。マイジムはパールジムの伊藤千美です。よろしくお願いします。はい、先週に引き続き今週も、チャンマンがお休みなので、千美がメイン MC をさせていただくので、最後まで、楽しく聞いていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、まあそうですね、私の2015年の目標が、目標の一つが登山をすることっていうのが目標だったんですけど、実はその目標が、この夏に叶いました。高尾山なんですけど、高尾山に、登ったんですよ。で、初の登山だったので、もうどんな風か全然わからなくて、すっごいラフな格好で行ったんですけど、もう頂上に登っただけでも汗がタラタラ流れてきて、もうすっごいいい運動になったんですけど、でもやっぱりこの高尾山に登ったからには、山ガール、なんか登山をするのが好きな、なんだろう、方たちっていうのかな、そういうの、なんか山ガールっていうみたいで、なんか全然詳しくないんですけど、その山ガールに一切もいつかなれるように、ちょっと登山を趣味にしていきたいななんて思ってます。それでいつか富士山に登りたいなって思ってます。なので富士山とかでいつかライブとかできたりするのかななんて思ってます。あとはそうですね、最近メダカを飼い始めました。メダカなんですけど、まあちょっと一人で寂しいっていうのもあって飼い始めたんですけど、毎朝起きたら、あ、しゅうちゃんっていう名前なんですけどしゅうちゃんおはようって言ってまあ毎朝起きてます。でちゃんと餌もあげてるんですけど、餌はでも2日に1回しかあげなくてよくて、で水の水替えも、週に1回でいいんですよ。でなんかその水替えも、なんかペットボトルにお水を入れといて、それを水槽にガボガボって入れるだけで、その綺麗になるっていう、そういうすごい簡単に飼えるんですよ。ボトリウムって言うんですけど、それをやって、まあ、ちょっと可愛がってます。本当は猫とハムスターが飼いたいですあとはそうですね、最近日課なんですけど、スムージーを毎朝作って飲んでます。ブログで結構、まあ、スムージーのことは言ってるんですけど、なんかファンの方も一緒にスムージーを作って、なんかちょっと健康意識してくださってるファンの方もいて、なんかすごく嬉しいんですけど、まあ、やっぱり、まあ、活動するのもやっぱね、健康第一だし、何するのも健康第一なので、まあね、皆さんもそうですし、毎日元気に過ごすために、まあ、一緒に健康になりましょうっていうことで、ブログも、ちさみのブログもぜひチェックしてくださいはい、それでは今週のメンバーを紹介したいと思います。この方たちです、どうぞ。皆さんこんばんは、マイジムはブラックダイヤモンドのジェムの熊代ジリンです。皆さんグッドイブニング、マイジムはペリドットのジムの平野沙羅です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますということで、あれでしょ、登山の時さ、サラがさ、去年のクリスマスにあげたさ、あのリュック背負ってくれたんでしょ。そうなの、ありがとう。そう、サラちゃんがね、クリスマスプレゼントでくれたリュックを背負っていったよ。ツイッターで見てね、嬉しかったよ。そうなので、ジリンもなんか、そう、富士山登りたいねね、なんかツイッターに富士山登りたいって言ったら、ジリンもなんか登りたいって。そう、でもこれから冬やん。そうなんだよな、ちょっと危ないから。でも冬にさ、登山する人もいる、まあ、いるけど、ちょっと寒くない？まあ、危ないしね、安全な時に。服家に知らないよでもなんか楽しそうじゃない？登山楽しそう。サルちゃんは興味ないの？ね、あんまりなかったということで、もうすぐ、今日29日だけど、はい、あと2日後、うん、ハロウィン、31、そうだ、ハロウィン、ハロウィンってことで、今なんかちょっと、そう、なんかね、かぶり物をね、用意していただいて、
今かぶってるんですけど、ちさみはかぼちゃのモフモフの帽子をかぶってる、ね、その上にヘッドホンめっちゃ似合ってるよ。似合ってる、ね、嬉しいのかちょっとよくわかんないんだけど、でもちょっとこの前にあのジリンとサラちゃんが今なんかなんだろう杖みたいなのを持ってて、それをなんか始まる時にすっごいなんか顔に当たりそうなぐらいなんかツンツンしていや今日も元気な2人ですはい、ということで実はジリンとサラちゃんは今回で登場20回目だそうです、うん、やった嘘10回目ちょうど、ね、おお、ね、でもサラちゃんとあんまラジオ一緒になることないから、うん、ないない、すごい新鮮な感じする。へえー、2人とも関西メンバーでね。ねそうだよ、息が合うのかな。ジリンとはねでも毎日 LINE してるよ。えでもよく既読無視されるえジリンは毎日 LINE 毎日してるの。ラナチンが嫉妬するよ。ラナチンは全然知らないからさえなんでえどんなことするの。好きなアーティストさんが一緒だから、うん、それについてよくね。なるほど ね、 ねでもサラが既読無視しちゃうけど、うでもサラ今されてるよ。されてるな、知ってるで。サラ今既読無視してないからね、ジリンちゃんがしてるから。仲いいなと思いますね。ちさみとも毎日 LINE しましょう。いやじゃあちさみさすぐ LINE 無視するやんそれは思うよ。しかもなんかさそこで無視するみたいなとこでするやろ、うん、そうほんまに。いやなんかそうだよ、いろいろそうだよ。なんかさ、うん、活動休止前のさ、うん、サラとの最後の LINE 見てみ笑うからそう本当に。なんでこれ聞いてるのに返してこないの。どんなラインしたんだろう。ちょっと忘れ、ちょっと確認するね。ごめんね、絶対ラインするようにするよ、もうすぐ、まあ、2日後ハロウィンってことで、うん、なんか子供の頃なんかやったりした、うん、なんかねマンションだったの、うん、住んでるところが、うん、マンションで、そのマンションになんか同じ小学校に通ってる子がたくさんいたから、うん、そのあのなんかお母さん同士もすごい仲良くて、うん、その人たちと一緒にその一つの家にね、うん、みんなでね押し寄せるの。なんだっけあのお菓子のあの英語トリックアトリートそれ忘れたの。トリックアトリートそうって言ってお菓子もらうの、うん、でなんかそうそれでね、うん、それをなんか1階から12階まであるから、うん、1階から12階までその、うん、あの友達のね、うん、家にもう何十人で押し寄せるっていうのを。迷惑それ楽しかったのその当時、それずっとやってた。親はね、うん、大量のお菓子を買ってカゴに詰めてね、うん、用意してた。あーでもそれ楽しいよね、みんなで仮装してねやってたの。すごいね、うん、楽しかった。ジリンは、ジリンなんかそういう家とかではなかったけど、うんうん、あの大阪やからあの31日に、うん、あのユニバに行ったことある。あいい、ね、最高じゃん。ハロウィン時期やから、時期っていうかハロウィンの日もそうやけど、うん、その時期ってあのゾンビが出現するゾンビそうだ、ね、とかもあったりして、だから友達と行って、うん、なんか楽しんだ。うわーゾンビ、うん、めっちゃ怖い。あれ怖い怖い。でもお昼間は出ないのゾンビ、うん、なんかその時間帯とその出没するゾーンがあるから、うん、怖いな。なんかさ、うん、去年だっけ、去年のハロウィンぐらいにさ、うん、ゾンビでめっちゃイケメンなゾンビがいるっていうの流行らなかった。何それ何それ。なんかゾンビなのにめっちゃイケメンらしくてそれがね、ツイッターとかでジェムの LINE でも一回、ね、めっちゃ出た、出てたんだよ。その時ちょみいた、いたのかいたよあら本当に。じゃあ今年も現れるといいなでも面白いよね、ゾンビなのにイケメンとかね、見てみたかった、ね、写真では見たけどイケメンだったね。そうなんだ、面白いなと思いながらね。なんかどんな仮装したいとかある、今年なんだろう。なんかさ、結構あのすごいメイクする人とかいるじゃん、うん、なんか本当に怪我してるみたいな、うんうん、なんかああいうのしたことなくて、うん、なんかちょっと今年似合いそう。似合いそうどういう意味。なんか家で一人でやってそう。待って、それはマーヤじゃない家でもないゆうきちゃんやの。あーリーダーやってるよ。でジェムの LINE に送ってトリックアトリックやりそうだね。ジェムでみんなでやりたいね。やりたいな、うん、はい、ということで、ハロウィンがすごく楽しみなんですけども、今日の1曲目を聴いてください。ジェムの4枚目のニューシングル、ジェムでベイビーラブミー。改めましてこんばんは、ジェムの伊藤千さみです。
はい、ということで、まあ、ちゃんまんの代わりに、MC をやらせていただいてるんですけど、まあ、やっぱりちゃんまんってすごいなって思うし、まあ、でもちょっとね、今はちゃみが MC をやってるので、ちょっとこの時間を楽しんじゃおうかなって思っています。それでは今週はメールをたくさん読んでいきます。ラジオネーム妖怪ちゃんまんさんからです。ジリンちゃん、サラちゃん、ちさみちゃん、こんばんは。こんばんは。初めてメールします。いつもジムから楽しく聞いています。今日はちゃんまんが不在ということで、ちゃんまんに物申すのコーナーをしてほしいです。ジェムリーから見るとおかしいでしょうという名言や滑りキャラっていうイメージが定着していますが、メンバーから見てちゃんまんはどんな人なのか、そしてダメ出ししたいとこがあればビシビシ言っちゃってください。特に毒舌のサラちゃんには期待しています。わら。最後になりましたが、ちさみちゃん本当にお帰りなさい。これからも応援しています。ありがとうございます。ということで、チャンマンがやっぱ今いないじゃないですか。いないですね。いないね。まあ、こんな機会めったにないよね。ないね。やっぱりね、MC、うん、メイン MC がいないということなんてないんだよね。だから、まあ、せっかくだから、チャンマンに物申すのコーナーをちょっとやっちゃいたいと思います。はい。じゃあ私からいきます。チャンマンに物申す。身長抜かされました。それを物申したいと思います。なんかちゃんまにね、うん、この3ヶ月間の間、うん、会ってない間に抜かされたの。絶対。実際さ、どれぐらいの差あった？いや、ほんと同じくらいだったんだけど、見るからにサミの方が絶対上目線なのね。ちゃんま見るとき絶対抜かされたと思って、これはどう、なんかやったのかな、なんか頑張って牛乳飲んだのかなと思って、うん、ちょっとちさみもその辺教えてほしいなと思って、ちょっと今悔しいんだけど。そんなちっちゃいね、身長の背比べや。じゃあ、まあこんな感じで、じゃあ次はサルちゃんお願いします。はい、ちゃんまんに物申す。ちゃんまん、ちゃんと言葉は気持ちを込めて言ってください、うん、あのちゃんまんってなんかいつも綺麗な言葉をなんかすごい並べるじゃん。あ、すごいなと思うし、うん、単語いろんな単語してるなって思うんだけど、なんかね、うん、気持ち入ってんのかなって思っちゃうんだよね。なんかさ、今、うん、ちょっと超絶メールを取ってるの、ちゃんまんの。あ、そうなんだ。本当に短いし、うん、ちゃんまんなんか綺麗事すぎて、本当にそれ思ってるって。あとブログとか、めっちゃ短いじゃん。この簡潔だよね。そう、簡潔。だから、この前、ララチンと、ちゃんまんって本当にそれ思ってんのかなっていう話をしてたの。なるほどね。だから、やっぱり、もうちょっとね、一、う、応、ん、なんか別に長文で書けとかじゃないんだけど、うん、いや、なんか、本当かなって思うところがあるから、うん、ちょっとね、それをね、態度でね、示してほしいなって。なるほどね。たまにさ、ラジオの MC しても思わない？なんかさ、すごいって言ってるけど、うん、それ本当に思ってる？嘘。すごいね、うん、言ってるから、本当にこうなんか聞いてるって。出ました、サラちゃん、毒舌サラちゃん。あの一時期でも一回それになったよね、うん、あ、ちゃんまん本当に聞いてるっていうの。あー、あったね、ジェム内でってこと。あ、なんかみんなの暴露大会みたいな時になったよね、うんうん、そういう話。確かに。それがね、でもね、前より全然なんか気持ちこもってるなって思ってた。もうちょっと人の話を聞いて、うん、はしてくださいってことです。なるほど。ちゃんまんよろしく。よろしくね。はい、じゃあ、ジリン。はい。私、熊代ジリンが、ちゃんまんに物申す。最近、すごい甘いキャラは何なんですか？確かに。なんかすごい最近さ、一緒におってもさ、上目遣いみたいな、うよくするやん、なんか、わかる？いや、わかる。ブリコキャラみたいななってしまう。そう、なんかちょっとなんかそういう可愛いキャラなって、うん、いらない、いらない、どうしたみたいな。なんかさ、でもさ、実際のところさ、うん、なんかやるじゃん、うん、そしたらさ、やっぱさ、可愛い。あ、さ、可愛いで持っていくもんね、うん、そう、なんかでもファンの人からもさ、うん、もう可愛いの声しかないじゃん、うん、あ、可愛いちゃんまみたいな、だから多分そういうキャラ なってるんだよね今。でもちゃんま可愛いけどね、ね、なんか小動物みたいで、うらやましいですね、そんな感じですね、まあ、そんな感じでちゃんまに物申すということでやってきたんですけども、妖怪ちゃんまんさん、おちさん、他にもたくさんのメールありがとうございました。ありがとうございました。それではこの後も引き続き番組に届いたメールを読んでいきますが、その前に
ジリン、はい、一言よろしく。サミの MC は心が和みますね。ほう。はい、ということでジェムカラットすごく楽しい時間を過ごしてるんですけども、はい、ジェムの伊藤さみです。はい、それでは引き続きメールを読んでいきたいと思います。ジリン、よろしくお願いします。はい、ラジオネームハータンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。サラダン、ジリンちゃん、そしてチサルン、こんばんは。こんばんは。そしてチサルン、おかえり。ただいま。やっぱり10人いるとすごい雰囲気が違うし、ツイキャスでライブを見たけどジムもすごく元気に見えました。サラダン、ジリンちゃんに質問です。チサルンが帰ってきて、チサルン変わったなと思うところは何ですか？うん、ジミリー歴の浅い私なのでぜひ教えてください。そしてチャンマンがいないのが不思議で、ちゃんとトークできているのかが心配です。ドキ、これはね、ドキドキするね。チサルン変わったな、ね、帰ってきて、うん、ちょっと変わっ、なんかさ、ない？でもね、一ついるのは、いい、いい意味でも悪い意味でも、うんうん、変わってないよね。変わってない。なんかね、チサミがね、うんうん、いきなりツンツンしだしたらどうしようと思ったの、サラ、この3ヶ月間でね、ちょっとこう、うん、やっぱり自分をこうストイックにしてるとやっぱりさ、人にも厳しくなるじゃん。うん、だからチサミの子ツンツンして帰ってくるのかなって思ったけど、全然そんなことになっちゃう。なんかいつもはーみたいな。でもそれが良かったなと思うし、うん、あとね、ライブ、うん、でも歌がめっちゃ安定してるなってすごい思った、うんうん、それは本当に、そこはね、チサルン変わったなって、ったな、みんな思ったよね。でも全然思ってると思う。それは初めて聞いたから。嬉しい。でもね、やっぱね、この3ヶ月のことをね、これからにやっぱね、ジェムとして生かしていかないといけないから、うん、まあそれはね、これからもね、うん、頑張るね。うん、頑張るね。うん、みんなで頑張ろう。頑張ろう。ちゃんとトークできてるのか心配。ああ、そう、トーク。意外といけてるね。生きてますか、皆さん。意外と、意外と。もっとなんか、なんかね、うん、あやふ、なんていうの、わーってなると思ったけど。うん、サインもなると思った。思った？意外とね、落ち着いてる。やっぱ、さすが上から2番目だね。さすが。アンネチサミね、言っていい、うん、褒められると、あの、あかんくなる人。そう。あ、そうだ。その気持ちわかる。本当にわかるでしょ。じゃあ、だからけなしてもらった方が、うん、もうさっきから本当に本当です。あ、やばい。ほんまに。やっぱり褒められた方が良かったかな。はい、ということで、じゃあサラちゃんお願いします。はい、ラジオネームタンタンサラダスキスキさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ジムの皆さん、こんばんは。こんばんは。最近ジムを好きになってまだ知らないことだらけです。推しはサラダンです。ありがとうございます。メンバー内で一番おしゃれな子って誰ですか、どのことです。あ、おしゃれね。おしゃれ、サミでしょそりゃ。もうまずさ、この羽織ってるジャケットからさ、襟が中に入ってる時点でもおしゃれしようやろ。もうなんかちゃんと着こなし方だよ。どう今、あ、今ない今ない。でもその帽子がね、そうそう、帽子がちょっとワンポイントいろいろ言われてます。え、でもさ、うん、おしゃれってさ、みんなおしゃれじゃない、ジェムって。なんかあれだね、あのおしゃれって言われ、うん、みんなあの服装の好みが違うから。そうだね、それぞれの個性が出てるよね、うん、ファッションに。すごい。確かに。でも最近ジリンと服装かぶるよね。そう、めっちゃかぶるね。そう、系統が似てるってこと。なんか系統は違うんだけど、系統は違うね、着るものが似てるよ、アイテムが。へえ。そう、なんか青のジャケット、うん、着ていったらちょうどサラちゃんのジャケット着てて、中の白 T 一緒で、伊達メガネも持っててみたいな。そう、この前その青じゃなくてもうちょっと紺っぽいね、うん、っぽい、ジャケットも着てきたらちょうど着てきて、うん、えみたいな。以心伝心。そう、なんか似てるな。でも絶対サミとは被らないよね。被らない被らないよ。サミンって一緒の人いなくない？でもどっちかというとマーヤとか、ゆうきちゃん系やな。うん、なんか確かにワンピースとか、うん、なんだ、フリフリ系、うん、をよく着るかな。確かに。でジリンとサラちゃんはクールめ、なんていうの、カジュアルな感じ。あー、うん、で真帆、でも真帆も結構可愛いの着たり、真帆可愛いの着るよね。なんかさ、かっこいいの着たり。昔さ、なんかワンスポっていうブランドがあるんですけど、うんうんうん、そのワンスポっていうブランドがすごい個性的な服で、うんうん、その服を着てたイメージあるんだけど、うん、最近なんかさ、
絶対さニコルン意識してるよね。あ確かニコルンっぽいか。モデルのニコルンに似てるって言われ始めてから服装も絶対意識してるだろうなって思う、うん、服を着てるなって思う。可愛い系の服よく着るようになったよね。ナナチンとマホチはなんか原宿系って感じの服装してるよな、うんね、なんかよく2人でね、うん、おそろのね着たりしてるしてるもんね。だよね、うん、でもやっぱなんだろう、おしゃれって小物とかで、うん、あ確かになんか決まるなってすごい思うんだけど、やっぱ個性が大事っていうことですね。はい、たくさんのメールありがとうございました。ありがとうございました。それではここで一曲聴いてください。ジェムのニューシングル Baby Love Me に収録されていますジェムで The Brand New Girl。 ガールズガールズガールズレッドゾーンジェムカラット第70回目の放送もエンディングの時間となりました。いやなんか寂しい、なんかね楽しかった。さあ2回目のラジオの MC になるんだけど、なんか言葉だけで伝えるのって本当難しいなって思って、語彙力ないからどうねこの言葉を絞り出すのかでの意地だったんだけど、まあでもこの2人とねすごい楽しくできたかなって思ってます。それではジェムインフォメーションミクスチャーです。ジェムのニューシングル Baby Love Me は絶賛発売中です。そしてアイドルストリート設立10年目である2020年に向けて新たなプロジェクトガールズストリート2020がスタートしました。これはクリエイターとパフォーマーの融合による新エンタメプラットフォームを作ろうというプロジェクトです。詳しくはガールズストリート2020のホームページをチェックしてください。はい、そしてガールズストリートシアター2015ザ・花見をコンチェルトを行います。11月6日から15日まで会場は CBGK 渋劇です。ジェヌのメンバーも出演しているので詳しい日程はホームページを確認してください。そして10月31日にセーブハロウィン2015 in 練馬に出演します。ぜひぜひ皆さん来てください。はい、そして11月1日に日本大学生産工学部応戦祭ライブ2015に出演いたします。そして同じ日の11月1日に私熊代ジリンと平野沙羅がプリズミン&プリズムメイツデジタリアルパーティーにも出演しますので、こちらはあのダンスコラボを私たちがしますので、はい、ぜひよければお待ちしています。来てください。その他たくさんイベントがありますので、詳しくはジェムのホームページやツイッターをチェックしてください。番組では皆さんからのメールをお待ちしています。宛先はジェム @fmfuji.jpgem@fmfuji.jp です。たくさんのメールをお待ちしているのでどしどし送ってください。ガールズガールズガールズでは専用のホームページとツイッターがあります。ツイッターにはジェムカラットの情報もたくさん載っていますよ。そして今日のジェムカラですが、テーマは下からです。皆さんガールズガールズガールズのツイッターをチェックしてる。それではジェムカラットお別れの時間となりました。お相手はジェムの伊藤つさみとジェムの熊代ジュリンとジェムの平野沙羅でした。以上ミア GEM ジェムでした。バイバイ。それではつさみ今日の締めの一言。楽しかった最高、イエイ、ラジオ最高。